はいどうも、 VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということで本日の動画ですね、アニバーサリー第2弾引いてみて、ありがとうございます。来ましたね、アニバーサリー第2弾。お知らせ見てみよう。アニバが来てて、実はこれね、ちょっと狙い撃ちね、アリメ選手欲しいんで、アリメ選手引きに行きます。多分今日は引かないかもしれないけど、またこそっと引いときます。でドリキャラ来ましたね。ドリキャラ、ドリキャラも雑談しながらちょっと生放送やろうかな、今日やろうかな。これどんぐらいで終わったっけな。まあやれたらやります。はい、ということで早速選手の方見ていきましょうか。まずヤクルト塩見選手強いな。ただ中断道なんすよね、いつまでも塩見選手。ただ守備走塁盗塁積極っていうね、めっちゃいいっすよねこれ。これマジでいい。でセンターも B になると降格チャンス強い。青柳選手、うわこのユニフォームいいな、大阪のユニフォーム大阪で。能力も全同値と。ただねまあ僕ねシリーズ2持ってるから、コントロール消えてるんですよね。コントロールと祝宴どっちがいいかって聞かれると、まあどっちも言い難いな。うん、これも 100% じゃないからな、発動率が。祝宴も強いよね。もうどっち、まあまあもうシリーズ2持ってる人はシリーズ2でいいんじゃないかな。通常持ってない方はアニバの、俺青柳選手今先発で使ってる、全然6割にも通用したんで、打率6割にも通用するんでね、青柳選手はマジであり。はい、で中田翔選手ね、中田翔選手ゴールデングラブ賞ゲットしてたね。だからベストナインタイトルホルダー出ますね。ただね僕今の中田翔選手をね継承したい。ちょっと大会始まるじゃないですか、テクニカル杯と、チーム魂杯。11月の末からかな、24日ぐらいから始まるじゃないですか。それちょっとどこでどっちで出ようか迷ってて、チーム魂やったら巨人か中日かどっちか迷ってるんですよね今。巨人で出る場合中田翔選手いるなと思って獲得を悩んでます今。はい、でマックブルームねプルヒッター消えたからね、これチャンスパワーヒー。ただ降格ないから、降格ないパワーヒッターはどうかなっていうところもあるけど、マックブルームは一応 A ランク4枚置いてるんでゲットしたら嬉しいぐらいかな。はい、でタンケね、まあタンケはもうモチのローンで欲しいです。はい、継承したい。スピリッツ4000なんで今ね、超広角パーヒー祝宴いいね。で佐野選手欲しいんよ。ベストラインっていつ選ばれんのかな、ベストライン選ばれるんかな、佐野選手って。どうなんやろ、阿部飛降格祝宴しかも 100% やからね、マジで強い。ベストラインの発表いつなんやろね。で山本由伸選手ね、まあ山本由伸ゴールデングラブ賞もゲットしてたな、まあ、ベストラインタイトルホルダー出るんですけど、ただこの祝宴の山本由伸ね、多分ね対強打者のちょっと強いバージョンか、最強打者は制球上がらんのか。まあどっちでもいいんか。あーどっちでもいいやなこれは。ちょもう一回見よう。ちょツーシームが D になってんねや。高速スライダーが B から C になってるけど、カットボールもツーシーム D になってるんや、シリーズ2の山本由伸。それまだ出てないわ。なるほどね、欲しいかも。うん、ツーシーム D の山本由伸選手使ってみたい。なるほどね。で石川歩夢選手ね、まあ石川選手はねもう今純正以外では結構もう使ってる人少なくなってきましたね。タイピンもこれ消えてるし、スライダーもなくなってるからね。で松井裕樹選手はまああんまり何もかあんま変わってないよね。タイピン祝宴、まあまあ強いっすね、強い。祝宴持ちの松井裕樹強いよね。え強いわ、絶対強い。もう強いしか言うてないけど。できましたギータ。まあ、祝宴かチャンスどっちがいいかって聞かれたら、ここチャンスなんですよね。通常のギータはどっちがいいかって言われると、まあチャンスだとパワーもショーアップなんですよね。ただ相手の制球とか球威落とさないんで、まあまあまあ通常持ってない方は全然こっちでいいと思いますし、いや俺どうしよう迷うな、これ別にどっちでもいいな。今日写真は欲しいよ、写真が。写真が欲しいよ、そこなんよね。で上沢投手、まあ上沢選手もこっちの方がいいっすね。尻上がりも一応打者のミパーダウン下げ中ダウンなんですけど、尻上がりは2回からなんで、ね、リアタイだと祝宴は1回から発動するんでこっちの方がいいわ。で森友選手ね、なんか今日オリックスもほぼ確実かみたいな感じで記事には載ってたけど、どうなんねやろ。まあ確実にも西武には残らないでしょうね多分。ってなるとどうなんねやろ、ここでゲットしてたら。まあリアタイで使えるっちゃ使えるけど、まあリアタイではもう森選手使ってる人おらんからな、あんまり今。うん、 OB とかの方が強いもんね。はい、ってことでですね、狙いなんですけども、まあ中田翔、ビシエド、佐野、山本由伸は最低でも欲しいかな、この4人は。でまああと松井選手、ギータも欲しいな、欲を言ったら。まあ、ギータもね、チャンスよりも祝宴の方が大発動率 100% なんで、こっちの方がいいかもね。マジでこの祝宴持ちマジで強いんで、打者。全出しめっちゃするんで、やらしい意味じゃないよ。やらしい意味じゃなくて、全出しするんですよ。マジでいっぱい。かなりの確率で。なので、ま、気軽に引いていきましょう。10連目いきまーす。さあ、お願いします。なんか山田哲人選手、ガーシー砲食らってなかった昨日。一昨日ぐらいかな。あれ、ほんまなんかな未成年とやってたみたいな。ほんまなあれ。ほんまですかガーシーさん、ねえ、国会にも来ずに、国会議員やのに、ねえ、日本に来ずに、ほんまに、ねえ、ちょっと言ってること信じれないんですけどね、まあ、けど今までのことをね、聞いたりすると、結構真実味もあるからね、ちょっと本当に怖いね、あの、あ、ギータ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 、
なんか今なんかギータって頭出てきて言ったらギータが出た。さあ20連目、もし仮にそれが事実やったら捕まるからね、山田ペクト。絶対事実であってほしくはないというところで20連目、さあ来い来い。いやーこれはないかな、ないか、飛ばすよ飛ばすぞ。おーしょ、50やろ50やろ 50% やね、え30かな、ごめん、どっち。あー岩沢選手、この A ランクがあんまり出てないってところを見ると A ランク 10% の S ランク 30% くさいなこれ、多分多分やけど、いつになったら覚えんねん VIP と。うん、はい、ほら伊勢選手嬉しいな、強くなりそうやもんな伊勢選手、これからこれ 30% やろ絶対で、 10% やから出ないと。はい、50でした50% を外す男30連目。さあ2枚引き来てもええやで、2枚引き来てもええやで。さあ2枚引きなさそうなんで打てば、打たない、 OK。さあこれ打つ打たないどうやって判断してるんかって未だに来んねんけど、まあ新規の方やと思うけど、そういう方は多分前から俺を見てない方やと思うけど、長子くんのデカさです。はい、もうこれでこれを気づけば分かります、長子くんがデカいかデカくないか、もうそれだけです、それだけで分かります、バット当たるか当たらないかはね。はい、さあじゃあ10連目、さあ誰でしょう、お願いします、狙いの誰かお願い。いやマジか、一番名前挙げてなかった選手やん。まあけど一応ロッテ純正やってるからな、まあ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 継承するか、これ別に勝て、うわって言ってるとまたあのそのチームのファンの方からめっちゃ怒られるんですよ、なんかロッテ嫌いなんとかめっちゃ言われるんですけど、ゲーム的にやからね、これあくまでゲームやから、実際でこうやってうわもう石川選手嫌いやわってそんなんないからね、なあほんまに頼むで、もうめっちゃ来るからそういう DM。 そうや DM で思い出したけど、まあ昨日ね Twitter でも言ったんですけど、結構ねあの僕 DM でその死ねとか殺すぞって結構言われるんですよね、でも言われすぎて結構慣れて、まあ慣れたというか、まあその言ってる人だって多分大体普段制服着て学校行ってる子なんで、なんかそんな例えば実際やってそういう制服着てる子とかに死ねとか殺すぞとか言われても何とも思わないじゃないですか、可愛いな、はいよかったらバイバイって感じやねんけど、そういう感じで捉えてるから全然そんなん言われても何とも思わないんですけど、僕この前ね自分の飼ってる犬をあげたんですよ Twitter で、まああの動画が出せないからちょっとこうみんなの気持ちを和らげるために自分の実家で飼ってる犬をねあの出したんですよ、ほんならまあその犬に対してなんかもう全然可愛くないやんけみたいな、まあそれまでやったらいいわ、ほんならその次にこうそんな犬殺してまいみたいな感じで来たんですよ、もうそれはさすがにちょっと俺腹立ってマジで、あちょっと待ってやっぱ60連目危ねえ危ねえ生きかけた危ねえ、ちょっと60連目どうしよう誰にしよう、ちょっとね自チーム変えてきました、今映ってないと思うけど、これ60連目いきます。はい、で話の続きで、まあその犬あの自分なんかこう自分のことをね言われんのはいいんですけど、全然なんかこう家族とかそういう自分以外の人をこう傷つける言葉ってすごいムカつくんですよね俺めっちゃ、なのでちょっとこう名前は晒してないけどね、ツイッターでこう注意喚起みたいな感じで俺のことはいいけど、まあその周りのことは言わんとってくれ頼むなみたいな感じで DM したんですけどね、まあ、結構ねお笑わない、まあねそういうのだけはちょっと勘弁して、俺のこととか全然もう生放送とかでも全然誹謗中傷とかも全然押されて全然いいんで、はい、さあ10連目いきます、この方です、はい山本由伸。やっぱベストナインタイトルホルダー出るの分かってるけど、ちょっと今ね先発陣の一枠がまだ怪しい部分で、このツーシーム D の山本由伸選手が先発に加わることによってもうだいぶ変わるんじゃないかなって、 E から D は、うん、変化量のね大きさはちょっと分からないけど、それを検証するために取りました。はい、じゃあ続きやっていこう、一番今欲しい選手がビシエドなんで、その次に欲しい佐野選手の球団横浜に1チーム変えます。さあ行きます。いやこっからはねもう S ランクがない戦いやからね、しかも 50% やからね、でミキサーがあるとはいえ今のところまだアニバーサリーを誰か石川選手が出てるんで、まあ最悪あと2枚引けばノーマルがいけるか、ノーマルミキサーいけるか、これでねこの後に山本由伸選手が出たらねもうマジでほんまに、まあまあけどミキサーにかけれるかいいけど、さあこれもなさそう。はい、次90連目ね、もう S ランク出たら終わりって言ったら S ランクマジで出ない、レッド白な、まあほんまにほんまにもうほんまにもうイニミニマニもう。さあ100連目です、110連目、102連目、103連目。ねえ S ランク出ないでしょ、だいたいこうなるんです、だいたい追加するんですよ、うん、104連目、そろ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 よ、俺何回この顔見てきたよな、このピッチャー長子くんとこの真顔ボケ、しかもこんだけガチャ引いてるけど次出た S ランクアニバとは確定してないからね、マジで怖すぎ怖すんぎ、えぐいって
いやえぐ、これ追加60連スランクなしはマジでブチのギレるで、ほんまにブチのギレぞマジで。いや待って、現実に出てきた、マジで60連スなし、えぐ、流れ星全然流れへんやん。これは来る、これは来る、よしよしよし、やっと終われる、やっとアニバーサリー第2弾ガチャ終われた。頼むよ、これまでアニマルキャンないか。さあ撃て、撃ったら、いやー外したか、ビシェード、ビシェード外したか、オカルト消滅か、あのオカルト消滅か。さあ誰が出る、これで通常出たらマジで大パンするわ、ほんまに。ちょっと今大パンするためにちょっと周り整えていい、整備していい、グランド整備、よーし。さあ今整備しました、さあ大パンの準備できてるよ。さあ誰が来る、誰、おー